いいね、お疲れ様です。最近夢叶えますプロジェクト第1弾が終了して、はい、今ちょっと第2弾をまた考えようかな、この間お話ししたと思うんですけど。2弾ね。はい。はい、まあやっぱり俺的には歌をお届けするぐらいのしかないので、うん、歌をねみんなに聴いてもらうというか、そういう形を取るのが一番いいのかなと思う。そうだね、それぐらいしかないだろうね今のところ。まだやっぱりコロナがとにかく完璧に落ち着かない限りは、うん、なかなかあれもしたいこれもしたいとできないと思うので、はい、もうちょっと我慢してもらって、うん、とりあえずまあ一番先にできるのはミニライブ的な部分で、歌を聴いてもらう。まあ一応フィンガーファイブの曲って、ね、LP の中の曲とかっていうのは何曲か持ってるので、うん、まあそれもまあお届けできればいいかなと思うし、そこでやるとミニライブ的なことをやる。まあお客さん的に入れるか入れないかは、まあこれはちょっとまだ何とも言えない。またファンの皆さんにお届けできるようにしましょう。はい。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとう。はい。